Mr. J.M. Allen writes in his website as follows. The junction of the river Guapole with the river Mamole shows great signs of former occupation in ancient times. The natural curved lagoons created over millennia by the changing course of the river bends appear to be linked by a system of feeder canals bringing fresh water and exit from the main river. Similar developments have been seen on the Rio Paraná. ボリビアのグアポーレ川とマモレ川の合流点に偉大な古代文明の証拠が残っている。長い年月をかけてできた川だが、その川が主流から支流へと運河でつながれている。新鮮な水を流すためである。広志林、浜松市、ジャパン。で、皆さんをその J.M. アレンさんが人工運河だと言われている場所に案内します。ここに点在するのはですね、人工湖というふうに判断されています。大小5キロから20キロですよね、長さがの人工湖が点在しています。で、その周辺に人造人工運河があるというわけです。これが本流ですね。はい。そしてその本流から分かれてこのような支流が走っているというわけです。で、よく見ますとやはり自然にできたラインとは思われないようなラインですね。この辺りちょうど直角に折れ曲がっているように見えます。まあ、このような支流って言いますかね、運河があるというわけです。で、検証してみますがですね、その場所をもう一度皆さんにご覧いただきます。で、左の黄色い部分がこれ本流ですよね。そしてここに、まあ、こういうその、なんて言いますかね、支流があるということですね。これは果たして自然にできたものかということなんですけども、まあどうなんでしょう。今この辺りはちょうど直角にね、川が曲がっていると、まあ、自然にはありえないんじゃないかって、この二重の運河もあるというわけですね。これは人工なのか自然なのかということなんですよね。で、地上の方にできるだけ降りてみますと、村のような場所がですね、点在しています。で、家の屋根が見えるわけですけども、この家の前の川って言いますかね、運河で55メートルあります。幅が、まあ、小さな川では、あれは運河ではないということですね。で、先ほども言いましたように、この周辺には人工湖、つまり人造湖が点在しているということです。それをもう一度皆さんにご覧いただきますけども、米粒の形をしているということですね。そして向きが皆同じであるということです。そして大切なことはですね、平地に土手を盛り上げて作られた人造湖であるということですね。それが現在の今も残っているということです。まあ、長さが5キロから20キロ、大きいので約200個、小さいのも含めますと約2000個あると言われています。そしてこの土手の形がですね、いわゆる、まあ、土木工学に基づいて作られた土手、つまり二次曲線的な円弧を描いているという点です。で、こうして地上に近づいて見るとですね、まあ、このような形をしていて、本当に何て言いますかね、人工に作られたかという疑問も湧いてくるわけですけども、このモショースの人造湖は正確に皆どの人造湖もですね、ヨーロッパ最高峰のあの西山中の西山、エルブラサの方を向いているというのも、まあ、大変興味深い点ではないかと思います。で、もう少し深くそのモショースの人造湖について考えてみたいと思います。
as to a stress concentration, SME Sen has pointed out the fact that an object is stronger when forces evenly distributed over its area, so a reduction in area, for example, caused by crack, result in a localized increase in stress. That is called a stress concentration, which is a location in an object where stress is concentrated. The ideal shape against stress is oval shaped, and this is why banks of man-made lakes in Beni, Mochos, Bolivia. SME さんが大変興味深いことを教えてくださいました。ストレスコンセントレーション、つまり応力集中という言葉です。例えば何かの物体に圧力、つまりストレスが加わったとき、その力が平均して分散すれば、その物体は加えられた圧力に強くなりますが、例えば割れ目や裂け目などができたりすると、そこに力が集中し、そこでそのものは破壊されやすくなります。それを応力集中と言います。つまり物体の形状変化部で局所的に応力、つまりストレスが増大する現象を言います。機械、構造物の疲労破壊や脆弱破壊では、この応力集中を起こす部分が破壊の起点となることが多いと。SME さんの投稿をそのまま紹介させていただきます。湖の辺縁、つまり土手が円弧にできていますね。応力集中を避ける技術です。水の流れで一箇所に集中して圧力が加わると壁が破壊しますが、その壁が破壊しないための技術です。円弧でもいいのですが、楕円弧もしくは双曲線の方が強いです。宇宙人なら楕円弧ぐらいにしているでしょう。この技術は近年開発されたもので、応用力学で旧ソ連のティモシェンコ、1878年から1972年に始まります。世界の権威、例えば昔の日本のダムは直線でできていましたが、今はほとんど円弧になっています。皆さんがすでに気がつかれている通りです。ティモシェンコの時代では理論式で解明できる構造が円、直線的で、つまり複雑な構造ができず、最近では学部でも有限要素法を用いて解析しています。ただしかなりの誤差があります。林先生の考えが至極自然で妥当かと思います。11世紀にこのような技術が歴史的にあったということは不可能ですが、超古代においては分かりません。ついでに最先端技術を紹介します。それは潜水艦です。潜水艦の中心部分は深淵で、最高の技術で製作します。深淵度、つまりラウンドネスが性能を作用します。これは国家秘密です。以上が SM さんからの投稿です。つまりだからエイリアンが作ったボリビアのモース、あるいはモーシオースとも呼びますが、その人工の湖の堤防は皆楕円形もしくは双曲線の形をしています。つまり卵型オーバルの形をしているというわけです。広し林浜松リージャパン。皆さんを空海が指揮指導して作ったと言われている万能池に案内します。
あの空海はこんな堤防を作っています。その堤防は円形もしくは卵型になっています。これが万の池です。で、毎年のように決壊を繰り返していたんですね。そこで住民たちが空海に頼んで空海に堤防を作ってもらいました。この丸で囲んだ部分にその堤防があります。現在の今も残っています。この堤防は直線的ではなくてまさしく卵型になっています。で、今の現在にまで残っているというわけです。これが万能池です。次に皆さんをボリビアのベニ、モーシオス、あるいはモホスとも呼びますが、そのモホスの湖へ案内します。この珍蔵の湖はですね、長さが 20.71km あります。そして幅は 8.63km あります。珍蔵の湖です。もちろんエイリアンが作ったものです。人間にできるはずがありません。この堤防の幅だけでも、堤防のですよ、159m あります。こうした堤防を盛り上げて、その中に水を溜めたというわけです。まさに湖というよりは対岸の見えない海ということになります。その堤防はきれいな卵型をしています。で、もう一つ皆さんに見ていただきたいのが半加湖です。この半加湖のこの矢印の部分を見てください。きれいな卵型をしています。この長さが 77.2km、幅も 70.2km です。で、これは人造湖というふうには言われていませんけども、このきれいな卵型の堤防に注意してください。視点を落としてみるとですね、きれいな直線になっているのがわかります。かつて日本軍がですね、この半角を見たときに日本海と間違えたという話も伝わっています。これが半加湖です。対岸は見えませんが、その湖岸はきれいなオーバル型、つまり卵型の曲線を描いています。これは人造湖なのでしょうか。応力集中という言葉が生まれたのは近年になってからです。で、その応力集中を避けるために理想的な形は楕円弧もしくは双曲線だそうです。その楕円弧もしくは双曲線を使ってこれらの堤防が作られているということになります。モシホスの、あるいはモホスの人造湖です。土手の幅だけでも150メートル近くあります。これは半加湖です。さらに巨大な人造湖ではないかと私林博士は考えています。まあ、これ一つしかありませんのでね、何とも言えませんけども、その可能性は高いということです。そしてこれが空海が設計指導そして建設した万能湖です。そして空海が設計したその万能湖の堤防はまさしく楕円弧の形をしているということになります。空海はそのような技術知識をどこで手に入れたというのでしょうか。考えれば考えるほどなんて野暮なことは言いません。空海は明らかに私たちが神と呼ぶエイリアンの指導を受けていました。で、今ここに紹介しているのはですね、ティモシェンコ、1878年から1972年の方ですけども、まあ、分かりやすく言えば20世紀になってティモシェンコがですね、このような論文を発表し、そして先ほどから言っています応力集中ですね、いわゆるストレスコンセントレーションの概念を発見しました。簡単に言えばですね、圧力に対しては直線的な構造物よりもその圧力に対して
曲線的な構造物の方がより強いということです。そしてその曲線といっても円よりもですね、楕円あるいは双曲線的なラインである方がより強いということだそうです。まあ、そうした論文をですね、ティモシェンコは20世紀に入ってから発表したということです。そしてそのティモシェンコの概念理論に基づいてですね、現在世界のダムは内側に向かって楕円弧を描いたダムになっています。がそれと同じ技術を空海が、まあ、設計指導したあの万能湖、そしてモーショースの湖、モホスの湖ですね、に使われているということです。そして、まあ、極めつけといいますか、半加工がですね、まだ人造湖とは説明されていませんけども、あの半加工の美しい曲線を見るとですね、まあ素直な目で見ればあれが自然にできた曲線であるとはどうなんでしょうか。まあそう言い切るのは大変危険なことかもしれませんけども、自然にできたものであるとは大変考えにくいということになります。つまり私は以前から申し上げていますように、あの半加湖は人工的にですね作られた湖ではないかと考えています。まあ、その判断は皆さんにお任せしますが、まあ、ここでは一応ペンディングということにしておきます。今ご覧いただいているのがウィキペディア百科事典に載っている応力集中を説明したものです。まあ、簡単に言えばですね、どこかに例えば、割れ目だとか切れ目がありますとね、そこにストレスが集中してそこを起点として物が破壊されやすくなるという考え方です。まあ、それを避けるために繰り返しになりますけれども、形としては円形あるいは楕円形もしくは双曲線的であるのが望ましいということです。左が以前のダムの一般的な、まあ、形式でした。右下が現在のダムです。まあ、そのこうしたダムにもですね、ティモシェンコの理論が応用されているということです。そして同じ技術があの万能池、そしてモホスの人造湖に使われているということです。そして半加湖にも使われている可能性が大変高いということです。 SME12345678 どうもありがとうございました。で、結論ということになります。J.M. アレンさんの研究によればですね、モーショース・ベニの湖はこれは人工湖であるというふうに結論が出ているわけですけども、 J.M. アレンさんの研究によればですね、ガポーレ川そしてマモーレ川をつなぐ運河はこれは人工の運河というふうに考えたところでおかしくないということになるのではないでしょうか。つまりその川をですねつなぐフィーダーキャナル、つまり支流運河ということになるわけです。つまりまあ、これは人間が作ったものでありませんから、 ET あるいは NT の土木技術を考えるならばですね、つまりモーショース・ベニのあの人造湖を作る土木技術力があると考えるならばですね、これら2つの川をつなぐいわゆる人工の運河があったところでなんだおかしくないということになるのではないでしょうか。そういう視点で支流運河を考えてみる必要があるのではないでしょうかということになります。ともかくもこの地球にはまだまだ未発見の巨大な謎が隠されているということです。では今日はこれで失礼します。バイ。